はい、佐々木徹です。本日は9月の19日ですね。動画の方を作成をしております。毎週水曜日にお送りしております、クリプト通信という自分の方が出しているコースの公開のね、イントロダクションということで、こちらの動画の方を収録させていただいております。ご了承ください。はい、ということで、ビットコインなんですけれども、先週ですね、YouTube の動画でアップをしたときに、まあ、あまり足元は良くないというようなことで、あと、まあ、アメリカの CPI の方がね、 発表になったら若干動く可能性がありますねっていうようなことでも。で、CPI の方の発表があったのがこの9月のね、13日の日なわけですけれども、ここで若干ビットコインの方は少し息を吹き返したというか、少しね、水面に息継ぎをしに行ったような動きになっています。はい。で、今ちょっとまたサポートのレベルのところまでね、戻ってきてるというようなところですね。 で、何回か前ぐらいからね、あの、ビットコインの動向に関していくと、今はちょっとドルインデックスを少し追うような動きになる傾向がね、ありますということで申し上げたんですけれども、まあ、ドルインデックスがこんな感じですよね。はい。で、動いています。で、 ま、結論から言うとですね、あの、ビットコインは非常に足元としてはズブズブな状態ですね。あの、良くはないです。で、例えば、まあ、あの、ちょっとしたね、材料だけなんですけれども、例えば、ハッシュレートに関して言ってもですね、ちょっと今、あの、頭が打たれてるかな、ちょっと停滞気味かなっていうような状態ですね。で、あとは、ま、ハッシュレートに他の要素をかけて、ちょっと、まあ自分の方で出しているインジケーターがあるんですけれども、そちらの方で見てやると少し今、 ああ、ファンタ的には弱いのかなというような状態に今なっているということですね。はい。で、何よりもですね、やっぱり出来高が弱いですよね。はい。あの、非常に出来高が弱いです。これちょっとビットフィネックスのあの、チャートだけ出してますけれども、まあ、出来高の方がずっとこういう感じで、えー、残限をしているというようなことになってまして、で、まあ、昨日の上昇でもですね、まあ、やっぱりあんまり、あの、出来高としてはできてないかなというようなところですよね。はい。なので、 まあ、あ,のあまり足元がいいかというと、そうでもないですし、じゃあ、ドルインデックスがこういうふうになっているからといって、そっちを追いかけに行くのかというと、単純にそうも言い切れないような状態ですね。であのもちろんあの、最近ビットコイン取引されてらっしゃる方、あー例えばポジションの動画だったりとかね、あの見てらっしゃる方あーっていうのも増えてきてるというように、受講生の方からも聞いたりはするんですけれども。 まあ、あの、ポジションは結構確かにね、売り寄りなんですよね、今ね、売り寄りの状態なんですけれども、じゃあ、だからといって、えー、それで戻るのかというと、今はさほど単純でもないですね。はい、今はそういっさほど単純でもない、ちょっと全体的な絵を見てはないとしんどいのかなっていうような状態になってます。で、 あの少し前,、えー、前の動画で言ったかな、CME のポジション動向の方は大手はあの買い越しに、ね、転じてるんですけれども、まあ、さほど大した量じゃないというようなところと、あとはですね、CME、えー、の出来、ね、高というのを、自分の方う、出、ま、来、あ、高と取り組み高というのは毎日記録をしてるんですけれども、まあ、それを見てもですね、ちょっと支えられる状況に とはですね、とても言えない状況ですね。はい。なので、大手の人が今何やってるかっていうと、完全に、まあ、戻り売り待ちの状態ですね。はい。なので、戻ってきたら売ってやろうということで、もう待ち構えてる状態。なので、まあ、今、あの、結構ね、えー、 こういうい、まあ、本来であればサポートが入る場所に、えー、帰ってきて戻してるんですけれども、まあ、どっちかというと自立反発というか、あとはこれ今、ドルで出してますけどね、あの円建ての方だと70万という、ね、値段がちょうどこの辺りになるので、それで、えーまあ、打診買いみたいな形でちょっと戻ってきてるっていうのはあるんですけれども、まあ、ただ本質的なその戻りというのでは全然ない状態ですね。はい あとはやっぱり日本の取引所さんがね、あの今ちょっと新規のお客さんが受け入れられない状態になってるっていうようなところで資金が入ってこないんでね。で、やっぱりなんだかんだ言っても日本のマネーが入ってこないと、やっぱビットコインは上がらないですよね。<laughs> 上がらないです。はい。なので現状はですね、その閉ざされた空間の中で参加者同士がですね、まあ,あの言ったら取り合いしてるような状態になってるっていうようなところで、 あまり、あの、状況が芳しいかと言われるとそうではないですあの、一部ね、アルトコインとかで、なんかドカゲしてるやつもありますけどね。あの、ただまあ、それも結局、その、要は、新規の参加者がいない中でね、枠の中で、あっち行ったりこっち行ったりしてるっていう、一部の、その、マネーがね、そっちに向かったっていうようなのはあるんでしょうけれども、まあ、全体の絵として見たときに、えー、じゃあ、すぐ回復をするのかというと、どっちかっていうと、それから遠ざかってるかなっていう感じですね。 はいまあ、戻ってきてほしいですけどね、はい、なのであの、もちろんビットコインに関していくと、さっきも言いましたけども、まあ、売りの方がいっぱい溜まってるので、一旦なんか弾みがつけばね、あの大きく上げる状況にはあるっていうのは事実なんですよね、あのこういう風なところっていうのは、まあ、当然のことながらあー、ストップが溜まってますので、あの上がり始めればね、ぱンぱンぱン,ンっていう。 なな動きになるっていうのもありますし今あの、アメリカの金利見られていらっしゃる方ね、3%を突破したっていうのを見られている方もいらっしゃると思います。ただ3、3%突破しても、例えば、為替だったりとか、ゴールド見ていると、そっちに向けて、ドルに向けて引きずられるっていう状況にはなってないんですよね。なんでかっていうと、もうそれまでに相当売り込まれてたんで、まあ、買い戻しをせざるを得ない状態であるということで、まあ、買い戻しとその金利との今、せめぎ合いで、どっちかっていうと、買い戻しの圧力の方が強いかなみたいなね、動きで進 進んでいるのが、まあ、コモディティ全般の動きっていうような流れの中でそれに乗れればねそれれれに乗れればビットコインも徐々に上げていくっていうようなところも言えるんですけれども、まあ、現状、正直なところですね、まあ、例えばドルインデックスに多少助けられている感じですね、はい。なのでドルインデックスがこれでまたあのドルを買う方に走っていくとちょっとビットコインは。 うん、危ういな、足元がっていうような感じですね。はい。 まあ、ポジティブなことが言えるといいんですけれども、あの、数字を見てる限りはちょっとあまりそんな状況でもないのかなっていうようなところだったのでですね、あの、まあ、早くですね、えー、もうトゥーザムーンしますと、トゥーザムーンしましょうというふうに言える日がね、来てくれるといいんですけれども、はい。まあ、もしくはね、あの、自分が言っていることがもう全部、あの、外れてね、ガンガン上げてくれるっていうのが一番ありがたいところなんですけれども、まあ、ちょっと数字を見る限りではちょっとしんどいのかなっていうようなところでした。 はい。ということで、えー、まあ、あんまり、あの、ネガティブなことをならながら言っても仕方がないので、はい。今日はこの辺にします。はい。で、ちょっとここからお知らせになります。えー、でですね、ちょっと先週ですね、えー、クリプト通信の、あの、本編の中で、まあ、何をやったかっていう少しだけ、ちょっと、せっかくなんでご紹介ということで見ておいてやると、まあ、先週はビットコインがね、えー、弱い弱いとは言ってたんですけれども、ただ、あのままその下に行くっていうようなところではなかったんで、まあ、一旦は反発をして、まあ、例えば6,500ぐらいかね、 えー、一つ目処になるかもしれませんねと、ただそこからちょっと一回また下落が始まる可能性がありますねっていうようなことを言ってまして、で、まだあのだいた、大体まあ、そんな感じの動きですよね。で、今、あ根元に戻ってきて、ただ今止まっている状態と。で、一般、リバウンドをしてるっていうようなところですね。で、じゃあ、この先はどうなるんでしょうかっていうところ。えーと。 ま、あとはですね、あの、イーサリアムの方なんですけどね、イーサリアムの方は、ちょっと出来高の方を見てやると、まあ、自分が使っている出来高の方法っていうのを使ってみてやると、まあ、あのー、このタイミングで、ね、ビットコあ、イーサリアムが、まあ、0.12とか13とか、あの、かなり高いところをつけてたタイミングで、まあ、逆に、下落を示唆していた出来高の指標があって、で、それが、今回、あの、正反対の数値でね、えー、いわゆる、まあ、あのー、変われざるを得ない、 え、数値にヒットをしてたっていうことで、あの、かといって、ここでですね、え、上がりますとはとても言えない状態だったんで <laughs>、あの、ここで申し上げてたのは、まあ、イーサリアムに関していくと、今、順調に下落をしていますけれども、じゃあ、果たしてここから打って、 えー、行くということが理にかなっているかどうかというと、ちょっとクエスチョンをつけざるを得ませんねという数値だけ見ると、ひょっとしたらリバウンドの可能性もありますねっていうようなことを、えー、申し上げてました。で、その直後からね、あのリバウンドしたんですけど、ただそのリバウンドするかどうかは,はっきり言って分かんないんで、あのこれはあくまでも数字だけの話なんでね、ただ一つ言えたのは、こそこからショートはちょっと微妙でしたねっていうようなことはあー申し上げてたので、えー、まあ何かね、参考になったということであればあいいのかなっていうようなところでした。 てなか先週の振り返りでございました。はい、ということで、えー、今週ちょっと今からああの動画を本編の方作成をするんですけれども、まあ、ビットコイン悪い悪いと言ってますけれども、じゃあ今この、ここで売っていいのかという話ですよねあの。ここで正直なところ、今、6274って値段が出てますけれども、もう今、ここはもう,もうポジションを持つ場所じゃありません。はっきり言って。はい、あのなので、まああのー、これはですね、 あのポジションを持つ場所じゃないっていうのは、例えば、もうすでに持ってる人っていうのは別ですよ。持ってる人は別で、例えば、例えばそうですよね、6500ぐらいでポジション作っている人であったりとか、例えば、6200でロングしている人であったりとか、そういう人は別なんですけれども、じゃあ、今から新規で立てようと言ったときに、この6274っていう場所はですね、まあ、立てる場所ではないですよね。 今から、ね、あの考えられるとしたら、まあ、いくつかシナリオが、まあ、あるんですけれどもじゃあどういうシナリオがあ一応はメイクセンスをする可能性が、ね、あるのか。 っていうようなところであるとか、あとはさっき大手の参加者は完全にもう戻り売り完全待機っていうことで申し上げたんですけれども、これは別に自分が適当に言ってるわけではなくて、もう明らかに数字として出てるんですよね。はい。じゃあそういうふうに見るにはどういうふうな数字をくっつけていったらいいのかっていうところ。まあ比較的簡単です。はい。 っていうようなところであるとかですね。あとはポジション動向ですよね。あの、さっきポジション自体はみんな売りにだいぶ寄ってるので、リバウンドがあったとしてもおかしくないというふうに申し上げたんですけれども、まあじゃあ、じゃあでもなぜ単純にそうじゃないのかみたいなところですよね。はい。なぜ単純にみんなが売ってるからって言って、値段がリバウンドするような状況に今なかなかないのかっていうようなところであるとかですね。で、あとはアルトコインですよね。アルトコインの方で、 まあ、例えば、仮にね、そのマーケットが、ハッピープランでね、上がっていくんであれば、今割安なのはこの辺で、え、ハッピープランじゃない方で下がっていくんであれば、割高なやつがこいつなので、みたいなところをね、あの、少し、ちょっとシミュレーションベースなんで、あの、あくまでも頭の体操ですけれども、はい、こういう見方もできるんだよね、っていうようなところをね、え、ちょっと、 カバーをしていいこうと思います、まあ、おそらく30分から50分ぐらいの動画になるのかなっていうところなんですけれどもいろいろ数字をまとめていると結構面白い数字が見えるっちゃ見えるものになるので、はい、その辺を、ね、本編の方でカバーをしていきたいと思いますはいということで本日もビットコインのクリプト通信の公開イントロダクションということでお送りしました、はい、もう本当に早くビットコイン元気になってもらいたいですね はい。もう、早く元気になってもらってですね。まあ、みんながまた戻ってきてですね。あの、まあ、値段が上がっていくと、そして参加者の人も増えるという日がですね。まあ、早く帰ってきてほしいなというのはもう心から願うところですけれども。はい。ちょっと今はなかなかそれがすぐというふうに期待はしづらいのかなという、少しね、あの、ところは見えたので、正直なところということで、はい。こちらの動画の方で申し上げましたというところでございます。はい。ということで、今週もね、楽しんでいきましょう。ありがとうございました。